ドム、ジム、シャーザク、そしてガンダム、メンツ最高じゃない。燃え上がれ、燃え上がれ、燃え上がれ、ガンダム、このメンツを、すげえ、見てくれ、やばくねえ、マジで。マジで全然知らなかった。今回の G クリームさ、こんないい、最高のメンツで出てくれるなんて、全然知らない。たまたまさ、おもちゃコーナー、食玩のスーパーのさ、おもちゃお菓子コーナーで見つけてさ、全部あるかなと思ったら全部あったんだよね。だから奇跡的にコンプできたんだけど、あとはドーマー2体ゲットすれば、とりあえずミッションはしよう。ラインナップはこんな感じになっておりまして、久しぶりにね、G クレーム買ったわ。こんないいメンツ来てるの知らない。いや、逃してたかもな。これ G ガンダムのメンツとか来てたかもな。すごいのが久しぶりにゲットしたんだけどさ、とりあえず今回のは全種コンプできてよかった。まずはさ、このガンダムのさ、いやこれそうそう、久しぶりに組み立てるからさ、忘れとったんだけどさ、フレームとさ、ね、分かれてるんだよね。この骨格部分とアーマー部分に分かれておりまして、まずはこの骨格部分、写真だけ見るとミクロマンのさ、ボディみたいな感じで、可動がすごいんだよね。向こうも一応ついてるんだけど、ハンガーがついてるんだけどさ、可動しないから、こういうポーズとか撮ることができないんだけど、ちょっとまずは、これを、骨格をね、わー、よかった、コンプできて、マジで。でね、食玩だから一応ね、ちっこいギャムが入ってね、ちっこいギャムが入っておりまして。で、これ武器だね。わー、結構でかいよな、やっぱ G クレームってね。食玩にしてはさ、かなり大きい作りになってるよね。で、これが骨格部分で、これを組み立てるとね、ミクロマのさっき言ったボディみたいになって、これが手のパーツだね、握り、ちゃんと握り手になってて、武器もちゃんと持てると。で、これが足とか腕の関節で、これを組み立てて、このボディにつけることによってね、ミクロマンみたい。あ、ちなみに説明書はこのネットで見るタイプだね。もうなんか、箱の内側に書いてあったりさ、紙ついてないんだね。もうネットで全部見るタイプになったんだね。こういうシリーズは全部。一応ね、これね、道具使わなくても取れたはずな、取れるね、簡単に。でもまあ、綺麗に、完全に綺麗に取りたい人は道具ニッパーとか使った方がいいとは思うんだけど、一応ね、こう手で取れるんでね、このシリーズね。で、この二つのパーツを合わせて、これ腕のパーツをつけるね、肩のこのジョイントのところで、ここにね、つけて、一個もつけたんだけど、こんな感じで。で、ここでもう腕をつけられるということね。はい、あんまつけないね。めっちゃ久しぶりに組み立てるから、マジ組み立て方忘れちゃったな。フレームとかもね、全然覚えてない。一回組み立てたらさ、もうわかるんだけど、説明書見なくても。今回久しぶりだからね、あんまり覚えてない。全然。あれだ、記憶ねえよ。で、こうつけてと。で、手のパーツをここにつければ、右腕が完成と。おー、これちゃんとね、稼働するんだよね。ハンガーだと稼働しないんだけど、ちゃんとこの、おいいねー、さっ、おお、くね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 稼働してくれるっていうのがいいよね。こういう風にね。このフレーム部分がないと、まあ、ハンガーに飾ってあってもかっこいいんだけど、やっぱフレームは欲しいよね。こうやってね、稼働できるから。これで大丈夫かな。ちゃんとね、説明書見ながら作ったから、いやでもそれでもたまにね、向きとか間違っちゃう時あるんだけど、多分大丈夫だと思う。これで稼働の申し子、フレームですよ。骨格部分。やっぱ無稼働ハンガーとは全然違うよね。ここまで稼働するもんね。ウェーン、ウェーン、ウェーン、上も下もこう。向けるっていうね。で、足もここまで曲がるし、ちょっと取れちゃったけど、ちょっと取れ。足で結構ね、関節で取りやすいんでね、これ。でも、まあ、アーマーつければ大丈夫でしょ。もうね。すごいな、ここまで行くからね、ここまでね。足の角、こういう風にね、微妙なポーズを取らせることができるんでね。この骨格部分があればね。ここにアーマーをつけるということで。あと、武器とかも出して、いや、武器すげえ。まあ、このままの状態でも一応持てるんだけどさ、でっけえ、めっちゃ、まあ、そうだよね、この、アーマーの大きさに対して、これ、うわぁ、いいね。もう、自分の大きさと変わらないぐらいの武器をね、こう、ウェポンをね、こう、ダウン、シールド。いやぁ、これ持たせたいね。ただ、ここ、クリアパーツにしてくれればね、色つけて、ウェーンって、サーベルの、ね、ビームサーベルの部分をさ、武器もしっかり作り込まれてていいよね。これが骨格部分のね、アーマーじゃない、フレームセットのね、セット内容で。で、次が、このアーマーですよ。いや、正直、こっちだけだとね、でもこれもデッサン人形とかに使えるからね、いろんなポーズ飛ばせることができるから、ね、絵描くときにポーズ飛ばせて、まあそういうのもで使えるけど、やっぱこのアーマー、やっぱガンダムはアーマーがかっこいいよな。ここに書いてある通り、同梱のこの無稼働ハンガーにアーマーをこうつけることができるんだけど、さっきみたいに動くことができないっていうね。
こういうポーズ取らせたいのは絶対フレームが必要になってくると。ただね、これかっこ、ムカドハンガーにつけてるだけでかっこいいね、これね。正直。めちゃめちゃかっこいいんだわ。ギャブであると。うわー、もうほぼついちゃってるね。ムカドハンガーにほぼついちゃって、こんな感じで。こっちだとこのまま飾っておけるもんね。ただ全部出して組み立てればもうムカドハンガーについてる、アーマーがついてるガンダムが完成するという。最高。もうね、最高の一言、かっこいい。いや、これだけでもいいわ、ぶっちゃけ。ムカドハンガーにこうアーマーつけてるだけでもグッとくる。いや、かっこいいね、やっぱガンダムね。ムカドハンガーにつけてるから稼働はね、できないんだけど、このまま立ち姿で飾っておくだけでもかなりかっこいいね。大きさも、これが触眼でゲットできるっていうのすごいよね。バックパックもね、ちゃんとこうつけてガチャンって。リアルに作り込まれて造形がね、素晴らしい。食玩で手に入るんだもんね、このレベルのプラモデルって、まあ、食玩プラモデルをねゲットできるっつ、すげえかっこいいなー。いや、まあこれだけでもいいんだけれども、さっきも言ったようにね、このフレーム骨格に付け替えること、こっちにアーマーをつけることによって稼働が可能になるので、さすが、いやー、かっこいいの、マジ。いや、ビビったわ。この前の最後に開封した G ガンダムのやつかな、あれもすごい最高だったんだけど、今回歴代俺の買った中で一番気に入ったかもしれない。メンツが最高だもんね、ほんとね。一番楽しみなの、ちなみにドムなんでね、俺。ドムね、この中だと一番好き。ドムがね、ちょっとすごい楽しみで、最後に組み立てようと思ってるんだけど、とりあえずガンダムができ、あとはもうアーマーをね、全部、頭もね、もちろんそうなんだけど、肩のアーマーもね、こうガチャンって取って、全部ね、アーマーをね、取って、あっちに付け替えるとバッチ決まってるね。これで、ね、稼働が稼働になるという完成形ですよ。これ G フレームの完成形。無稼働ハンガーではなく、あ、でもね、無稼働ハンガーもね、 お役目がなくなったわけじゃなくて台座になるんだよね。なんとね、今も変形させたんだけど、こういう風にあの無稼働ハンガーが台座になってまだ活躍できるっていう、無駄がないところがいいよね。ここにあの穴、あそこに穴があるんで、ここに穴にね、あとセッティングするか。穴がね、開いてるんだけどさ、このガンダムの下のところに、ここに刺すことによって、しかもね、ここね、稼働するからさ、ここ。ここ稼働可能なんだよね。で、角度とかもつけられるし、無稼働ハンガーがね、さらなる命を吹き込まれるんだよね。台座になって、ほら、こういう風にね、ドゥキョー！おー！いいねー！無稼働ハンガーもまだ生きているっていう。すげー！やっぱ稼働させると全然違うね。ポージングできるのとできないのって全然違うよね。さっきの無稼働ハンガーの突っ立ってるバージョンもかっこいいんだけど、やっぱポーズ取らせた方が迫力が出るよね。めちゃめちゃかっこいいわ。あとこのね、シールド取って、これね、で、こう取るでしょ、こうシールド。今ここにつけてパーツつけてるんだけど、これも取って、シールドにね、こう、つけることもできるんだよね。ちょっとこういう風にめくって、あ、こ、こっちか。こういう風にね、ガチャンとこうつけると、こういう風にね。で、このシールド、お尻のこの部分にこう、セッティングしたりとかもできるということで、こういう風にね。おー！いろんなやっぱ、ね、遊び方があるよね。で、武器もね、自分の好きなやつ持たせたりとかして、飾って遊べるということで、これがガンダムね。よー、めちゃくちゃ、やっぱ G クリームすごいね。直眼でここまでのクオリティを出せるってすげーよ。いや、かっこいいな、しかし。やべー。自分の手でこう、組み立てられるから、こう、自分でガンダム作ってるみたいな感じでも楽しいしね。ほんとプラモだよね。おもちゃ、こう、スーパーのおもちゃコーナーでお手軽に買えるプラモデルなのに、すげえクオリティが高いっていうね。本物プラモデルではないのにね。プラモ屋さんで売ってる。本物プラモデルはプラモデルでめちゃめちゃ難しくて楽しいんだけど、こうやってお手軽にさ、簡単に組み立てられるのもいいよね、プラモデル。簡単に手に入るし、値段もそこまで、ね、本場のガンダムに比べたら、まあ、食玩プライスだからさ、そこまでいい値段もしないし。いやー、かっこいい。めちゃめちゃかっこよかった。まあ、全部買ったら高いけどね。全部買ったら高いけど、一個だけならね、ワンセットだけだったら、アーマーとフレームの2セット、ワンセットだったら、2個のワンセットだったら、そこまで値段もしないしね。1500円くらいかな。それではでは残りのシャーザク、ジム、ドムも全部組み立てて。やっぱね、今回ドムが一番俺、いやーかっこいい、すげえ。めっちゃかっこいい、やっぱモビルスーツのデザインってさ、やばくない？ガンダム。これがガンダムね、一番最初に組み立てたガンダム。めちゃめちゃかっこいいんだけど、
いや、ドム、まあ、好みにもよるけどね、やっぱドムのがっしりしたズングリムックのさ、なんかちょっと丸っこいボディが、重たそうなボディがすごくね、俺的にはグッとくるよね。で、これがシャーザケ。シャーザケもね、この高機動型への換装ができるからさ、2倍楽しめるよね。このバックパックとか、足のこのアーマーとかを使うことによって、高機動型のね、ザクにできるんだよね。この換装も可能と。で、ジムもね、換装できて、ジムは指揮換気に、このバックパック取り替えるだけなんだけど、バックパックをこれ取り替えることによって指揮換気にね、換装できるんだよね。ちなみにこの3体だけでもすごくね、迫力気が半端じゃ、半端じゃないんだけど、シャーザクと、このアムロとさ、シャーとのバトルをね、因縁のバトルを思い出されるこのダブルボンビルスーツ。しかしそこにドムが、かっこいいすぎない、ドム。見てこのドムのさ、重たそうなボディ。でけえ。やっぱドムは3体欲しいね。ジェットスリーマタックを。ドム。で、ヒートサーベルもね、背中にこうセッティングできるし、あとね、こう武器も腰の部分につけたりとかもできるし、ね、リックドームへの換装もできるんだよね。今回のドームはこのリックドームのパーツが、背中のこのアーマーと、この足のアーマーを取り替えることによって、リックドームへの換装も可能になっているということで、今回のラインナップ、これで、ドム、ジム、シャーザク、ガンダム。この4種。めちゃめちゃかっこよかったね。全部いいわ。すげえ。特にやっぱドームが一番個人的には熱かったけどね。ドームかっこいい、マジ。すげえよくない、ドーム。稼働もできるしね。やっぱアーマーだけじゃ、無稼働ハンガーだけじゃ物足りないかも。片っといてはかっこいいんだけど、無稼働ハンガーにアーマー自体がかっこいいから。でもこう稼働させてさ、ポーズ取らせることによってここまで、幅が広がるからね、ディスプレイのね、やっぱりアーマーだけじゃなくて、フレームもいるね、骨格ね。いや、すごいかっこよかったわ。アーマーだけじゃなくて武器もさ、充実しててよかったよね。武器もこう装備できるし、後ろ側に装備できたりしてね、なかなかこう重量感もあって、食玩とは思えないほどのクオリティだわ。ザク。かっこいいなぁ、ザク。ザクやっぱこのアックス。斧の武器はね、俺すごい好きね。ジムが今回一番簡単だったかな。組み立てのアーマー取り付けるね。まあ、ドムが一番難かったかも。やっぱり。背中にこうシールドもね、こうセッティングできて。ジム。で、バックパックを取り替えると指揮換気にもできるしね。ザクもね、高機動型。でも高機動型よかね。俺普通のザクの方が好き。方が好き。みんなもぜひゲットした高機動型好きな人は、高機動型にしてみて、パーツ取り替えるだけで換装ができるから。バックパック取り替え、こっちはね、取り替えだけだからめちゃめちゃ簡単だよね、指揮換気にするにはね。まあ、ドムもリックドムにね、重量感やべえ、ドム思ってー。あ、やべえ、取れちゃった、下のパーツ取れた、台座のパーツ取れちゃったけど、ドムすっげえ重てえわ。この背中のヒートサーベル、装備してる、シャーン。ドゥイーン、ドゥイーン、ドゥイーン、ドゥイーン。移動もかっこいいよね、ドムね。ドゥイーン。やべ、ジェットストリームアタックしたり、やっぱね。ドゥイーン。まだ1体だけだから、あと2体ね、ゲットしなければ。フレームとアーマーダブルでゲットしなきゃいけないから、2個2個ゲットしてね。これもリックドームにね、この足のパーツと背中のね、バックパックの、アーマーの背中のここを取り替えることによって、リックドームに換装ができるので。好きな人はね、ぜひね、リックドームにゲットしてやってみてくださいということで、今回は G クレイムのね、ガンダムとドムとシャーザクとジムのね、ハイクレビュー動画でした。やっぱドムがすごいかっこいいわ。いや、すごい、これ食玩だからね。食玩とは思えないクオリティじゃない。これが食玩とは、すげえ。本当にもう普通にさ、プラモ屋さんに売ってるプラモデルみたいだよね。これもうプラモデルみたい。すごい。食玩プラモとは思えないクオリティ。すごいね、今の食玩ってね。これは、専門店のね、おもちゃ屋さんでプラモデル屋さん行かんと買えないぐらいのクオリティを醸し出してはいるが、ギャムがね、チコギャムがさっき見た通りついてるから、食玩なんだよね。すげえよね、このチコギャム。このギャムが入ることによって食玩となりね、スーパーのおもちゃコーナーとかさ、コンビニでも売ることができるっつ。すげえ裏技だよね。面白いよね。ギャムこれがつくだけでね。それではでは、また次回次の G フレーム。また G フレームいいメンツ着てたら買おうかな。今回たまたま発見してさ、すごいいいメンツだったから、ゲットしたんだけど。またやっぱ G フレームいいね。面白いわ。組み立てるのもすごい楽しいし。まあ、全部ね、組み立てるのに2時間ぐらいかかったけどね。いや、2時間半ぐらいかな。2時間半ぐらいかかったけど、組み立てががっつり楽しめるから。いいね。食玩でここまで楽しめるの十分だわ。
感想もできるしね、それぞれね。めちゃめちゃ楽しかったな。じゃあまた次回、G クレームも発売されたらまたゲットするかな。やっぱ G クレームいいな。すげえ。クオリティも高いし、首立ても楽しいしさ。やっぱ合体が楽しいよね。合体がね。アーマーとこのフレームの合体。そして動き出す、ね。この感動と興奮だわ。あと、この装備の多さ。すげえ。武器がたくさん、武器も豊富でいいよな。こんなに武器がある。ガンダム、いや、ガンダムがかっこいいやすい、いいな。これ武器ね。下の方が武器が、いろいろあるんだけど、まあ、自分の好みでセッティングできるから。素晴らしい商品だわ、G フレーム。お手軽にプラモデルを楽しめるね、これ、食玩コーナーのおもちゃでね。